慶長5年未明に止んだ秋雨は早朝の冷気で濃霧と化し、戦場一帯に布陣する20万の大軍を覆い隠している。一寸の先すら判別できぬもやを見つめながら、石田三成は腰肩を解雇していた。太閤秀吉亡き後、天下を受け継ぐのは秀頼のはずだった。しかるに大老として補佐すべき身にありながら、政務を独占し豊臣政権内に与党を増やし続ける徳川家康に、奉行たる三成は危機感を抱く。だが三成の苦衷は理解されない。誰よりお家大事を貫くがゆえに、その独善性は忌避され、多くの者が三成を離れ、むしろ家康を選んだ。徳川を倒さねば太閤殿下が築いた栄華は全て古田の木に貪り尽くされてしまう。盟友大谷義継を誘い、挙兵に及んだ三成の存念は実にその一点にあった。大坂城を抑え秀頼という玉を握ると、あらん限りの軍勢を率い決戦の地にいた。思えば家康に加担し、このもやの向こうに陣を構える福島、黒田、細川ら諸侯とて、三成と苦楽を共にした豊臣御子の家臣。なぜ宝家存亡の危機がわからぬ。散り残る紅葉はことに愛おしき。秋の名残はこればかりとぞ。北国街道と中山道が交差するこの盆地は、かつて不破の関が置かれたため関ヶ原とも呼ばれる。天下の行方をかけた一戦にふさわしき名を持つ地にて、家康とかつての仲間を倒し、天下をあるべき姿に戻さん。夜明けから一刻を経て、ようやく朝もやも薄らいできた頃、静寂を切り裂き赤備えの陣馬が銃声とともに迫りくる。三成の人生で最も長い一日が始まろうとしていた。敵の者どもに目に物を見せてくれましょう。敵を蹴散らす。何でもお命じくだされ。ご命令はいかに。行くぞ、足を動かせ。手に入れるぞ。
お指図を頂戴したく。エナよ、スネーク。我が前に立ち塞がる者らよ、抱け散れ。ここが使いどころよ。我が戦法を見るがよい。ですな。敵が勢いづいておる。敵を消しろ。我が前に立ち塞がる者らよ、砕け散れ。ご命令を。いざ行かん。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。いいが赤備え、ここに焼き付けるがよい。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。今こそ披露してくれようぞ。いざ、我が軍をこの戦場に示さん。いざ、我が軍をこの戦場に示さん。軍が試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。旗色の悪さは明白か。劣勢ぞ、奮い立て。何でもお命じくだされ。何でもお命じくだされ。要所へ急ぐ向かうぞ。我が武略をもって万全の敵を打ち払わん。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。口を閉めた。聞く。ここが使いどころよ。我が戦法を見るがよい。共に勝ちをつかみ取らん。敵兵など我が先方の前には物の数ではないわ。いざ、我が軍をこの戦場に示さん。こいつ、我が先方にて押し通る。我が先方、今こそ受けるがいい。不覚を取ったわ。ここが使いどころよ。我が戦法を見るがよい。
何でもお命じくだされ。要所の守りを固める。やにてイスクメン。こいつ我が先方にて押し通る。何でもお命じくだされ。意を生かすとしましょう。何でもお命じくだされ。兵が乱れ騒いでおるか。互角の戦です。敵兵を蹴散らしたぞ。旗色の悪さは明白か。うなれ我が槍を。大八郎忠勝、ここに水産。我が先方をもってこの戦を制してみせよう。あらば負ける。皆も力を振るうのだ。何でもお命じくだされ。出撃ぞ。出番です。我々の出番ぞ。打つべき手は何ぞ。要所へ向け進め。我が部の見せどころか。いざ行かん。兵が乱れ騒いでおるか。敵を攻めます。今こそ披露してくれようぞ。まさか。ここでこの軍略でもって決めてくれよう。我が部の見せどころか。決めてくれよ。何でもお命じくだされ。皆の者出るぞ。出撃するとしよう。落ち着け。
敵を打ち払わん。ウイルス、我が先方にて押し通る。いざ進め。次なる手はいかに。敵の軒口を叩きに行く。劣勢ゆえ何か策を。敵を蹴散らすぞ。よくと見るがよいわ、我が武略をな。何でもお命じください。勢いは上回っている。勝ち時を聞くと勝ったのだと心から思えますな。お聞きいただきたい。この機逃さぬ。かように苦しき戦となるとは。なんということか。我が隊も全うできぬか。我が道もこれまでか。